はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、自分銀行から aupay チャージで現金1000円がもらえる、新規の講座解説では、ポンタポイント5%還元キャンペーンも開催ということで、少し前にですね、aupay の動画をアップしたんですけども、それに関連しまして、今回は au 自分銀行についてですね、これは今現在自分銀行を持っている方ですとか、まだ講座の解説をされてない方でもキャンペーンがありましたので、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速お伝えしていこうと思うんですが、今回こちらの au 自分銀行ということなんですが、まあそもそもですね、なんで僕自身今このタイミングで au 自分銀行開設しようかなと思った、まあ理由が2つあるんですけども、まあ1つはそのキャンペーン中ということもあったんですが、こちらの au pay p r e p a i カード、これがちょっと欲しいなと思って今回は解説をしようと思いました。 この a u p a y リペイドカードなんですけども、以前まではね、a u w l e t トプリペイドカードで、まあかなり知ってる方も多いと思うんですが、まあ今回は名前とプラス件名も変わったということで、個人的にちょっとこれは欲しいなと思って、まあとりあえずちょっと作ってみたいなと思って、自分銀行の開設を行うということになりました。 今回ですね、au 自分銀行を解説するにあたって、まあ、この動画見てる方で、すでに持ってる方もいらっしゃったりとかも多いと思いますし、もしくはまだ解説されてないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、それぞれ二通りに分けてですね、お伝えをするんですけども、まずはすでに自分銀行登録済みという方で、まあ、これ解説済みの方なんですが、2020年の3月以前にすでに作成されてる方、そういった方向けに今回今一つキャンペーンがありまして、それがこちらなんですけども、生活応援企画。 振込によるご入金、au p イ残高チャージでもれなく現金1000円プレゼントということで、これ、後でもちょっとお伝えをするんですけども、これ、今回、ですね特別定額給付金の入金をすることによって、まあ、現金がもらえると。 さらに現金がもらえるということになっております。で、このキャンペーンなんですけども、期間が2020年の5月の15日からすでにスタートしておりまして、8月の31日までとなっておりますので、この期間は間違いないようにお願いします。そして先ほどもお伝えした通りですね、今回この対象となる方は、2020年の3月以前までに自分銀行の口座開設をすでに済んでいる方が対象となります。なのでまあ僕自身はまだこの口座自体持ってないので、 対象外となりますね。ね で、このキャンペーンに参加するためには、ちゃんとした、まあ、適用条件というのがあるんですけども、二つの条件を満たすことが必要となります。まあ、至ってシンプルなんですけども、それがこちらの二つですね。まず一つ目は、au 自分銀行の円普通預金口座へ、一回10万以上の振り込み入金が必要となります。で、それが先ほどもお伝えしたように、なんとですね、今回、ま、国からもらえるお金ということで、特別定額給付金も対象となるので、まあ、いろんな口座に、ま、振り込まる、振り込む設定をされる方いらっしゃると思うんですけども、 もし AU の自分銀行をお持ちの方であればまあこの口座にまあ振り込むことによってまあさらに1000円がもらうことができるのでまあ普段から利用されている方であればかなりお得なんじゃないかなと僕は思いますでそれに加えてこの2つ目も行う必要があるんですけども AU 自分銀行から AU ペイ残高へのチャージによる出金額の合計が1万円以上ということになるのでまあ普段からね AU ペイを使われている方であればまあとりあえず1万円だけチャージすればまあそれでも全然 OK ですよということになります条件も そんなに難しくはないですねそしてこの2つを行うことによってじゃんということで漏れなく1000円がもらえるということになるのでとりあえず流れとしたら、まあ、特別定額給付金を au 自分銀行に振り込みの設定を行ってさらにまあチャージを行うと1万円以上の。 でそして1 0がもらえるという流れなのでそんなに難しくないかなと思いますで他に細かいところを簡単にお伝えしようと思うんですけども付与の時期に関しましては2020年の9月下旬となるのでまあ、これに関してはまあちょっと忘れた頃に振り込まれるかなという感じですかねまあ、ちょっとした注意点もあるんですけども AU 自分銀行口座間の振り込みは対象外となりますのでこれはお気を付けくださいあとここもありますね給与振り込みまたは賞与振り込みも対象外となりますそして ATM から入金ですとか定額自動入金サービス は対象外となるのでまあ、本当にとりあえずこのキャンペーンは特別定額給付金を au 自分銀行に振り込みましょうというような感じですかね以上がこちら自分銀行登録済みの方3月以前の方に向けたキャンペーンについてでした次2つ目なんですけども今回僕はこちらに該当するんですが自分銀行未登録の方2020年4月以降の方向けのキャンペーンですねそれがこちらなんですけどもじゃんということで チャージで貯まるポンタポイント還元プログラム AU 自分銀行から AU 残高にチャージで5%のポンタポイントプレゼントというようなキャンペーンとなっておりますでこのキャンペーン簡単に流れをお伝えしようと思うんですけどもチャージ金額の5%をポンタポイントでプレゼントということになるので、まあ、例えばですね自分銀行から AUP にチャージをしますでそうすることによってプラス5%のポイントが還元されるということで,で最大で2500円相当のポイントをもらうことができるということになります で、このキャンペーンのプレゼント対象期間というのがちゃんとあるんですけども、 講座解説の月から翌月末までとなっておりますので、まあ、ちょっとかなり費用伸ばしながらやってると、この5%分のプレゼントのポイントもらえないということもあるので、これをお気をつけください。そして、特典対象となるチャージの上限金額なんですけども、期間中合計で5万円までとなります。なので、それ以上チャージしても5%分もらえないので、まあ、とりあえず5万円をチャージしたら最大の2500円までもらえるということになりますね。で、一応ですね、こちらのキャンペーンも適用条件というのがありまして、まあ、これがまあ3つの条件 満たすということになるんですが。 それがこの3つですね。こちらも至ってシンプルです。まず最初に自分銀行の口座を解説します。そして auid の登録も同時に行いますね。そして auid の登録も行います。これはもうこれまでですね、aupay を利用されている方であれば、もうすでに作成されている方多いと思うので、まあ、ここはもうすでに住んでいる方も多いのかなと思います。そして先ほどお伝えした条件の通りの aupay 残高にチャージをすることによってポイントがもらえるというような流れになりますね。以上がこちら2つ目、自分銀行の未登録の方向けのキャンペーン についてでしたでですね、ここからなんですが、僕自身がその au 自分銀行まだ持ってなかったので、早速講座解説をしてみました。まあ、かなりざっくりめに話すので、簡単に流れだけ掴んでいただければと思うんですが、今回ですね、作成方法というのは大きく二通りございます。まず一つ目はアプリから行って、これで au 自分銀行の解説するパターンであったりとか、まぁ、あ、二つ目、web からということなんですけども、僕自身この二番目の web から行います。まあ、その理由がですね、今このカッコ書きで書いてるような三菱 UFJ ダイレクト、 を持っている方であれば本人確認の処理が不要となるので、まとりあえずここから作成しようかなと思ったので、ま参考にしていただければなと思います。まずですね公式ページに入っていただいて、ちょっとこれパソコンから実際に行ってるんですけども、ウェブで口座開設ということで三菱 UFJ ダイレクトにご契約中のお客様はこちらと出てるので、ここに口座開設の申し込みに進むということでここをクリックします。でですね三菱 UFJ 銀行のログイン画面に切り替わるので、ここで自分自身の口座番号であったりとかログインパスワードを 入力しますで、実際にログインができたら、ここに流れが出てきます。まず一つ目が、三菱 UFJ ダイレクトの画面で確認ということで、まあ、ここで5分間入力をして、そして、丸2番の自分銀行画面での確認事項の入力ということで、まあ、ここで約10分で、本人確認の資料は不要ということで、あとは1週間後に自分銀行のキャッシュカードが自宅に届くという流れになるので、ここで下のですね、au 自分銀行の口座を開設するをクリックして進みます。そして、ある程度の入力を済ませて、次は au の自分銀行の 銀行の入力をしてかなり端折ったんですけども、これで受付が完了となります。あとはまあ1週間後にまあカードが届くのをですね。待つということになります、ね。 本当にものの10分15分ぐらいでできました。で、一応ですね、まあ、カードが届く流れ、そして AUP プリペイドカードをもう作成するまでの流れをですね、まあ、最後にまとめたんですけども、まず先ほどお伝えしたように、AU 自分銀行に関しては、とりあえず今作成して約1週間ぐらいで自宅に届きます。で、それが届いたら、次のステップの AUP プリペイドカードの作成に入るということで、まあ、これ僕コールセンターで確認したら、まあ、大体1週間から10日前後ぐらいで自宅に届くということでしたので、まあ、AU 自分銀行を作成 してからトータルで見てまあ23週間ぐらいでやっと手元に AUPay プリペイドカードが届くというような流れになりそうですね。 まあ最初ですね、僕実は勘違いをしてまして、この aupay プリペイドカードが欲しいなと思って、すぐに作成して手元に届くんかなと思ったんですけども、それが今回ね、この au 自分銀行の作成が必要ということを知ったので、まあ皆様ないと思うんですけども、間違えないように、もし欲しいっていう方は au 自分銀行の解説をして、まあ au 回線をお持ちの方であればね、解説せずとまあ aupay プリペイドカードを多分作れるかなと思うので、まあそれは一応確認してみる必要があるかなと思います。 まあそんなこんなで今回は AU 自分銀行について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ実際ねこうカードが届いて、まあこの AU 自分銀行についてであったりとか、まあその後のまた AU ペープリペイドカードの作成方法に関しましてはまた改めてちょっと動画にしようかなと思うので、まあ一つ気長に待っていただければなと思います。今回お伝えしたですね、キャンペーンに関しまして2つお伝えしたキャンペーン、下の概要欄にリンク貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、昨日のライブ配信でも少しお伝えをしたんですけども、皆さんあの、LINE の、LINE 証券のタイムセールってご存知ですかね僕ほとんど参加することがなくて、ちょっと仕事柄なかなか参加するタイミングがなかったんですけども、昨日ですね、初めてちょっと参加をさせていただきました。まあね、Twitter 見られてる方であればすでに見られてる方多いと思うんですけども、で、あの、早押しとかをですね、早速こう取り組んでて、よし、変えたかなと思ってたんですけども、画面がちょっとフリーズしたりして、結果的には、じゃんということで、本日のタイム セールは終了しまししまままたたとということになりました、まあ、結構ですね、ツイッターのトレンドにも株のタイムセールみたいな感じであったりとか、LINE 証券がトレンドに上がってたので、まあ、かなりね、世の中的に認知されてきたのかなと思いました。まあ、次回のね、LINE の証券タイムセールのタイミングが合えば、また参加しようかなと思います。ま、ぜひですね、参加された方、うまく購入できた方などいらっしゃればね、下のコメント欄に書いていただくと、人、ま、の、あ、それはそれでちょっとまた面白いのかなと思います。ということで、ありがとうございました。